というわけで、はい、どうもこんばんは。こんばんはで、どうもラーメンかけてに来てます。そうね、スペシャルゲストもね、まさかのスペシャルゲスト最初から映ってるって全く呼び込みとかな。はい、ミッドナイト TV。 あざっす、どうもこんにちは、とまるさやかです。あざっす、ありがとうございます。ちょっとメインチャンネルの方で一緒にラーメンを食べて、その後っていうかげつあらしさんが、ね、なんかね、ちょい飲みみたいなの出し始めたらしくて、あ、おお、来た来た、そうでしょでけえな。めっちゃでかいじゃないですか。めっちゃでかいっすね、これは。めっちゃ大きい。二回りぐらいでかいじゃないですか、普通のジョッキと比べると。ちなみに普段お酒とか飲むんですか。たまに飲みます。なんかそれはやっぱタレント仲間とか。いや、全然普通の友達と。あ、あ、もちろん昔からの友達とかと、はい、いいっすね、やっぱそこを忘れるとちょっとあんまよくないですもんね昔からの友達を、はい、友達少ないんで、ちょっと、ああ、唯一の友達みたいな。あ、なるほど。何人、確かにね、まった人と会う方がなんかこう気持ち的にも楽じゃないですか、やっぱり。はい、新しい人とかと会うとどうしてもこう気を使うというか。そう、緊張しちゃうんですよね。ですよね。はい、いや、すごいなんか早く飲めよ。ごめん、ね、ちょっといいっすね、うん、もしかしてこれさっきの辛みが、さっきのだ、小村さんお気に入りのショット、辛み、これはメインチャンネル参照で。そうだねそれとチャーシューと辛みじゃん。そうだね、辛みついてる。やった、分かってんな、これさすが。ほんと、ほろ酔いおつまみ A と B。 うん、こっちに出てるところの写真だけ撮ってみます。いきます。カメラ目線がいろいろパタッと撮ってみますんで。そうですねいきます。はい、乾杯。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 顔が全く笑ってない。いつものやつ。そう。すごかった。今すごかった。声の表情だけは良かったけど。顔が全く。よし、じゃあ改めまして。あの、サードの。乾杯。じゃあもっと食うみたいなの欲しいな。CM 風。CM 風。来そうっすよね、そんな CM とか。確かに。ここでどっちがいい飲みっぷりできるか。練習。あ、なるほどね。せっかく合法的に飲んでるからさ。確かに。仕事につなげていく。そうだね。むずくね、マジで。選手からじゃあ。はい。じゃあ、いただきまーす。乾杯。うまい。あー、いやー。いきます。はい、乾杯。あっ、圧勝ですよね、すごい乾杯がね、圧勝ですよ。めっちゃ可愛かったね。そう、全然違う。さすがだわ、勝てる気がしねえ。どうしたっする、マジで普段誰が勝ったよ生きてるな、ほんとすかしてるわ、ほんとダメだ。まあ、逆にね、深夜の一人飲み感はあった。あー、なるほどね。子供リンクのアピールをちょっと牛乳、ロンロン牛乳飲んでクーってやつをね、やろうとしたんだけど全然伝わってないわかんないから。スノーブルとかあんまやんないですか。あんまり男の子だけなんだね。そうね。じゃあ早速おつまみの方も。はい、このやっぱおつまみとはいえど、しっかりこう野菜が入ってるっていうのが僕的には、うん、ちょっと今あの減量中の、そっか、はい、ポイント高いです。いいですね、はい、減量中酒飲むまあハイボールはゼロカロリーなもんだからねじゃあ早速いただきましょう。これチャーシューあれなのかな、もしかしてさっき藤崎屋のやつ持ってたやつなんですかね。さっきの、あ、そう、燻製のやつというか多分さっきのチャーシューですね。うん、ちょうどいい、この軽さいい。くぅあれ、あ、いいね、進化してきてる。上がった、うん、上がってる、上がってる。こっちじゃあ、行ってみてください。うわ、これまたいいですね、このペッパーベーコン。絶対美味しいですよ。うん、うん、いい、いい、単体でも美味しい。あ、マジですか。いいな、ベーコンってやっぱ梅があるからね。お、うん、お、肉好きとしてあ、うまっ、めっちゃいい。うん、うん、あ、これうまい、これめっちゃ酒進むやつだ。それからお詫びと訂正がございますベーコンかと思ったらチャーシューでした。何も分かってないもん。でもチャーシューの方が夢詰まってるから、ね、あ、そうだね刻まれるともう分かんないよ。あ、なるほどちょっとまるで出てこないと。結構飲んでるんですけど一向に減らない。確かにこれ本当にすごい。これどんぐらい入るんですか。相当入るってぐらいしか聞いてないざっくりなそんななっちゃったって言った方が。あ、そうなんですね。もう本当にいろんなことがあって何があったこうなるのわかんないんだけど。いや、もうお得感もあってすごいいいですよね、うん、こんだけでかいやつで来るといいですね、楽しいですね普段でもラーメン屋さんで飲むこととかあります。あ、ないかもです、初めて。
多分そうですよね、はい、あんまり、まあ、飲めるラーメン屋さん結構増えてるんですけど正直、うんうん、こんだけなんかちゃんとおつまみも充実しててっていうのはあんまりないの、うん、確かに。だからもしなんかスレに聞きたいことあればどんどん。いいんですか。もうガッツリいきましょう。酒入ってますから。そうですね。何でも。彼女はいるんですか。うん、まあそうですね、まあ、ラーメンぐらいの距離感の方は。どういうこと？どういうこと？ラーメンぐらい。ラーメンぐらいの距離感って何？僕とラーメンぐらいの距離感の方は。はい。ちょっとよくわかんない。全然。好きなタイプじゃあ。あいいね。好きなタイプですか？女性の。ラーメン一緒に食べれるとか。ああ、それはめっちゃありますね。食の好みは合ってないとこれ俺多分無理だと思います。確かに。結構食べる人の方が。うん。ああ、はい、そうなんだ。うん。じゃあ毎日ラーメン一緒に行ってくれるような。まあ極論言えばまああと料理とかをね作ってくれるとすごいなんか嬉しい。ああ。うん。料理とかされるんですか？全くしないです。全く、はい、じゃあダメだ。ダメだって失礼な話よね。でいけるみたいな。もう結構じゃあコンビニとか外食とか。そうですね、ばっかりです。むしろ体型維持するためになんか気をつけてることとかあるんですか？あんまりないです。ないんですか？で結構今んとこ天性のあれでいけてるとかいけてるのかわかんないですけど。いや多分めちゃくちゃ細いぶりだと思いますよ。いやでも食べるの本当に大好きだから。うん、もうそこはやめられないと。そう、食べちゃいます。僕の場合その毎日ラーメン食べるっていうあれをやってるんで食べつつ他の食事に気をつけるみたいな。あ、はい、あ、それで組んでもらってるんですね。そうですね。へえ。まあ結局でも食事を制限するっていうのはもう最後は自分じゃないですか。そうですね。そう、そこはもう自分でこう切り替えてというか。えらい。あざす。偉くないんだよ。なんで？普通だね。甘やかさないでください。確かに。確かに不良が構成してなんかあいつ言っちゃったみたいな感じ。完全にそのパターン。え、でもこのくらいがちょ良くないですか？おお。ああっていう女性もいますよね。確かに。結構いるんですよ。すずり痩せないで派も。うん、いますね。いそう、いっぱいいそう。まあ今はその全盛期。全盛期。体重の全盛期よりちょっと減ったぐらいなので。全盛期より何キロ減ったんですか？マジで1枚分あったんですよ。多分85枚いったっけ？85キロぐらいあったんですよ。で今やっと80ちょっと切ったぐらい。まだまだ多分標準体重に遠いですよこれ。いやでもすごい。なんかあるんですか？やっぱ撮影前とかやったりするんですか？その絞るというか。あ、食事は気をつけます。ああなるほど。グラビアだからそうそうもうもろに出ちゃうから。確かにそれ出せるのすごいすごいね。そしたらグラビアやるか。いや何を言い出すの。やれば意識がまあねやっぱり見られるっていう意識が大事だわ。確かにそれ大事。いや本当本日ありがとうございました。本当にありがとうございました。まさかなんかこういう形でそのご一緒すると思ってなかったので。はい、すごい楽しかったです。あ、よかったです。本当に嬉しかったです。あ、本当ですか。はい。なんか普段から僕が見てくださってるということで。はい。僕もなんか結構紙面とかで表紙になってるのがたまに見たりしてたので。ありがとうございます。光栄でした。ありがとうございます。嬉しい。ありがとうございます。教えてほしいです。あ、もう全然もう教えるラーメンはもう本当いくらでもあるので僕は。やったやった。いきます。あざっす。